トーキングマウンテンのダッチです。中国地方雪山シーズンに入りました。一発目はもちろん広島県安芸太田町の新入山です。それでは命大事に楽しくこう。今のところなんとかね、青空が見えてます。ではスタートします。もう寒波が来た後なんでね、真っ白です。雪質がですね、ふっかふかです。気温がですね、-2度、まあちょうどいい感じですね。最高の雪山シーズンの幕開けですね。ありがたいです。まずはね、いつも通りあの一番奥に見える8合目を目指して、まあのんびりスノーハイキングしたいと思います。バックカントリーの方々が鮮やかなシュプールをつけてますね。気持ちよさそうです。いや、天気はね、予報通りすっかり曇ってしまいました。トレースを歩くとね、非常に、楽なんですが、ちょっとでも外れるとですね、こうですいや、トレースありがたいです。よいしょ。8合目が近づいてきました。時間がね、どれくらい経ったのかと思って、携帯のユマップを開いたら、活動開始してなかったです。残念だいぶ途中からになりましたけど、順調に登っております。真っ白。やっぱり雪山はいいですね。はい、8合目が目の前でございます。白い。8合目に到着です。やっぱ上に来るとね、風が吹いて寒いです。ともなく滑っていきますね、ほんと。気持ちよさそうです。では山頂に行きましょう。美しいです。あと 0.3 キロです。めっちゃ晴れてて、あれ、綺麗。あれがお空観山と、スキー場ですね。こっちも晴れてくれないでしょうか。到着しました。今シーズン初雪山新入山、いただきました。あそこに、ひじり湖が見えてますね。凍ってんのかな。ではでは、あの小屋に行って休憩します。
ノートレースでございます。いや最高。わあ、えらいことになってますね。これくぐらないと。うわあ、すごい。ふっかふかです。ふひょ、ひょ、おほほほ、すごい。よいしょ。わあ、青空が広がりました。綺麗。ふっかふかです。信じられないぐらいふかふかです。気持ちよすぎる。小屋が近づいてきました。太陽も出てくれたし、もう言うことないです、ほんと。ではでは、休憩をしていきましょう。いや、誰も来てないですもんね。入り口がね、反対側にあります。よいしょ。あらららららら。もっこりしてますね。生姜湯いただきます。あー、めっちゃ温まる。アマゾンで適当に選んだ生姜湯だったんですけど、もう大当たりでした。一応リンクを貼っておきます。おすすめです。うめえ。いや、ゆっくり休憩できました。温まった。で、トレースがないんですけど、多分ですね、こっちです。行きましょう。いや、トレースがないって大変ですね。あと腰ぐらいまで埋まります。でもそれが楽しい。よいしょ。よいしょ。あれ山頂ですね。からぐーっと降りてきました。で、こっちと。すごいね、ほんと。雪の新入山はね、ほんと何回も何シーズンも来てますけど、ここまでのラッセルはね、初めてです。でいやー、ありがたい。よいしょ。これをくぐってと。ああ、すごいです。どっちだこれ。いやあ、大胆にショートカットしてきました。よいしょ。合流しましたね。大胆なショートカットもね、雪山登山の魅力ですね。ほんと全身、雪まみれになりました。楽しいです。いや、相変わらずノートレスでね、すごいです。いや、ここまですごい雪の侵入山は、初だな、俺。改めてね、最高の雪山シーズンインになったと思います。いやー、ありがたい。すごいね。もうトレースがないとね、ただの雪の斜面ですもんね。はい。大丈夫。道はこれで合ってます。
楽しい。ノートレースありがたい。ありがたいですね。めったに体験できません。なんでこんなことになったんでしょうか。すっごいヒヤヒヤです。よいしょ。楽しいですけど。よいしょ。だんだん。階段段です。景色が広がって、ね、休憩小屋が見えますね。よいしょ。そして、南登山口まであと 1.4 キロですね。小屋から、ルート確認してみました。いつものルートは、これをこうですね、こうぐるっと回って、あそこ、南登山口です。もしくはね、ここ。ここをぐっと降りて直接行っても、どっちでもいいかな。いつもはね、そうだな、こっちから降りてるところなんですけど、今日はね、こっちから降りてみましょう。お、深い。深い。こっちから、直接。南登山口に降りてみます。伝わってほしいですか？すごい角度です。これは雪だるまになれそうですね。転がって落ちたら。うわ。うわ。すごい。いや、足が抜けないと。よし。でもめっちゃ気持ちがいい。うわ。めっちゃ気持ちがいいです。うわ、ズボ、ズボ、ズボ。いやー、すごい。ソリで滑ったら楽しそうですけど、ただね、立ち木が多いんで、激突すると思います。おすすめはしません。はい、ショートカットして今、正規のルートに合流しました。確かにね、ショートカットにはなるんですけど、ずっと膝上ラッセルで、大変でした。ヘトヘト。いや、でも相変わらず雪はね、深いです。よいしょ。はい、南登山口まで降りてきました。で、憩いの村までは、もうちょっとです。後半のラッセルがじわじわ効いてますね。いや、めっちゃしんどいです。こんなにしんどい新入山も初めてかもしれません。いや、あと少しです。いやー、着きました。やっと。足がね、めちゃくちゃ軽いです。ああ。今シーズン初の雪山の新入山がね、もう格好一の積雪で、大満足です。もう、ヘトヘトです。では今からね、お袋弁当に行って、鳥の丸焼きと豚汁、それで月ヶ瀬温泉に行こうと思います。
リギリセーフですね。はい、月ヶ瀬温泉さん、大変いいお湯でした。おしゃれで綺麗で、しかもお湯も良くて500円で入れました。ちょっとねゆっくり入れなかったので、次はねゆっくり入りたいと思います。以上、新入山雪山登山と月ヶ瀬温泉でした。この動画参考になったら高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。では次の動画も命大事に楽しくこう。